こんにちは。森谷ドラムスクール姫路校の早川真奈です。今回は楽譜を見やすくするための一工夫についてお伝えしていきます。でドラムで何かの曲を演奏するときに、楽譜を使用される方、あと使用せずに耳コピとか、あと誰かが叩いてる姿を見て覚えられる方もいらっしゃると思います。で楽譜を使用するメリットは、曲の構成を理解しやすいっていうのと、あと時間が経ってもまた楽譜を見たらすぐに思い出しやすいっていうメリットがあります。でまず一つ目が同じフレーズを見つけるっていうことなんですけど、練習するところとしなくてもいいところを把握して練習の無駄をなくすために、同じフレーズに印をつけるっていうことです。はい、でこれ今適当な楽譜って本当に適当に音符を並べて作ってる楽譜なんですけど、例えばこれパッと見た時にこの同じフレーズをチェックしていくんですが、例えばこの B メロのここからここまでのフレーズがこの下と全く同じやなとか、こういうのをこうチェックしていったりすると、この練習しなくてもいいところも見えてくるので、練習の手間が結構省けると思います。で次2個目が楽譜の音階に色を塗るっていうことです。音符の色が全部黒色なので、パッと見て音階を把握することって結構難しいんじゃないかと思います。で私は、例えば飲食店とかにある文字だけしか書いてないメニュー表ってあると思うんですけど、それを瞬時に見ることがちょっと苦手で、写真があったりとか色分けされてあったりとかするメニューの方が見やすいんですけど、そういう目で見る情報の方が理解しやすい、視覚優位者の方は特にこれは効果的だと思うので、ぜひ試してみてください。はい、例えばハイタムが黄緑色、フロアタムが青色みたいな感じで音符に色をつけてあげると結構見やすくなるんじゃないかなと思います。で次3つ目がリズムが分かりにくい箇所は音符を1拍ごとに区切るっていうことなんですけど、一拍ごとに区切ることによって音符のまとまりとかリズムが理解しやすくなるのでおすすめです。はい、でちょっと分かりにくそうなターンタとか、あと歌やあとアクセントがいっぱい続くところは、どこでアクセントを入れたらいいかっていうのが結構分かりにくくなるので、これを一拍ごとに区切ってあげると頭の中でも結構理解がしやすくなるんじゃないかなと思います。で次4つ目が音符のリズムが分からない場合は言葉を音符の上に書いたりとか、あと歌詞を書くっていうことです。でこれは日常で使用している言葉を音符に当てはめてあげると音のリズムが分かりやすくなって、あと歌詞も書いてあげたりすると音楽とドラムのフレーズの場所が一致させやすいかなと思います。例えばこの小説の場合リズムがタンタッカタンタンタッタッタンタンタッカっていうリズムなんですけど、これを言葉に当てはめてあげるとドーナツももたくあんドーナツみたいな感じで言葉を音符に当てはめてあげるとリズムが分かりやすくなるんじゃないかなと思います。はい、あとは自分で音符を書いてみるっていうことなんですけど、もちろん譜面通りの譜面を、何か紙とかに記入していくことも結構頭に残りやすいんじゃないかなとは思うんですけど、楽譜を誰かに教えたりとかどこかに提出するとかではない限りは自分が一番分かりやすいように記入してもいいんじゃないかなとは思うので、このように8ビートを8回繰り返すみたいな感じで自分が一番分かりやすいように書いていってもいいんじゃないかなと思います。あと楽譜を見ながらドラムを叩くときはなるべく先の音符を見ながら叩くっていうことです。これは例えば音読するときとかにも、文字を先読みちょっとしながら読んでいくと思うんですけど、楽譜もそれと同じで先の音符を読みながら叩くと結構叩きやすくなるんじゃないかなと思うので、こういったやり方もぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。